花咲広樹は、日本の政治家。民主党所属の元衆議院議員。広島県尾道市出身。根高学園中学校、高等学校、慶応義塾大学法学部政治学科卒業。大学卒業後、リクルートに入社。1991年11月、大前健一が代表を務める平成維新の会に参加し、事務局長補佐を務める。 2003年、衆議院議員、長島昭久の事務所に入所し、同年11月から、長島の公設、第二秘書を務める。2004年3月、民主党岡山県連が実施した候補者公募に合格し、10月に、岡山県第5区総支部代表に就任。2005年の、第44回衆議院議員総選挙に、岡山国区から出馬したが、 自由民主党の村田義孝に約5万秒差で敗れ落選した。2009年の第45回衆議院議員総選挙においても岡山5区で自民党の加藤勝信に選挙区で敗れたが重複立候補していた比例中国ブロックで復活し初当選した。当選後、花政界に入会。2011年民主党代表選挙では 所属する花生会の会長である野田義彦の推薦人に名を連ねた。2012年の第46回衆議院議員総選挙においても、岡山5区から出馬するが、前回の半分にも満たない、得票数で再び加藤に敗れ、比例復活も叶わず落選した。その後、ビジネスの世界に戻り、一人の市民として政治に、 参加したいという趣旨の文書を発表し、正解を引退。現在は株式会社、ライブスに入社し、地域おこしなどの業務に携わっている。ありがとうございます。